日本松対ザスパーっていう形じゃなくて、みんなでね、同じ、いろんなチームにまぜこぜでやって、楽しく終わりたいと思いますので、仲良くやりましょう。いいですか？一日一緒にサッカーして、もし何かあればどうぞ。久々にサッカーやって、こんな両選手の組み合いの人たちとサッカーできたので楽しかったです。松下です。ちょっとしかサッカー一緒に今日はできないですけど、みんなとサッカー一緒にやって、楽しく。楽しい時間が過ごせればと思います。ディフェンスの田中です。夜少ししかできないですけど、楽しく過ごしましょう。アリゾナ慎吾です。ゾノって呼んでください。今日はよろしくお願いします。林祐介です。みんなで楽しくサッカーやりましょう。北です。今日は楽しみましょう。よろしくお願いします。バンダイヒロキです。後藤亮です。よろしくお願いします。ディフェンスの佐田壮太郎です。今日楽しみましょう。桜田です。今日誕生日じゃねえの？誕生日です。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。子供たちに夢を与えるために今日この選手はみんな集まってくれてるので、子供たちは本当に元気よく、そして親の方も本当にそういう姿を見て楽しんでもらえればと思っているので、今日は昨日の試合以上に全力でやりますし、バンダイも今日のこのぐらいのゴールだったら決めれると思います。ぜひみんなで一緒に楽しんでいってください。よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。もう一人じゃん。おー、いけいけいけ、これでいけいけ、バイバイ、いけ、みんなバイバイ、いけいけいけ、ナイスカット、諦めるな、諦めるな、カットいける、ライシ止めろ、ナイス、やばい、フォローいける、オッケー、みんなスタス前に、ファームドアはですね、ザスパックさんのスポンサーです。もう10年前から応援させてもらって、もうちょっとで J1 に行けると思いますので、その時はみんな応援してくださいね。J1 に行った時はお祝いしましょう。今回この震災号数に僕たち東北人出身者の J リーガーが声を合わせて、この東北人魂っていう団体を設立したときに、やはりまず選手のみんなから声が出たことは、やはり子どもたちに元気を出させてあげたい、夢を持たせてあげたいということで、この団体を設立し、その中でやはり最初にできることは、まず募金活動やそういうことだったんですけども、やはりそういう活動が実を結んで、こういうことにつながったってことは、今、思うが本当に良かったことだと思いますし。まあ、選手だけでは本当にできなくて、まあ、そういう中で、自分は秋田県出身なんですけど、まあ、東北は一緒だし、
まあ、子供たちもこれから東北出身者の中 J リーガーは、まあ、全国を見てもなかなか少ない状況で、やはり一人でも多く出てほしい、やはり夢を諦めないでほしい、そしてサッカーという楽しさを忘れないでほしい、そういう気持ちから本当に毎日僕たちもサッカーしてますし、募金活動をして本当に子どもたちのためにこう何かできればと、そして子どもたちが笑顔ならきっとその親御さんの皆さんも笑顔でいられると思うので、何か手助けができないかと、これからまだまだいろんなことをやっていきたいと思いますので、ぜひ福島に帰っても、いろんなことがあると思いますけども、あえて頑張ってくださいとは言わずに前を見て本当にできることを少しずつやっていってもらいたいと、まあ、ある意味頑張るのは当たり前だと、そういう気持ちで一緒に何かをやっていければと思うので、また今回だけではなくザスパと二本松がまた何かできればいいと思いますし、親の皆さんの本当にこの忙しい中ここまで群馬まで来てもらって本当にありがとうございます。これからも本当にザスパを応援していただきたいと思いますし、今日は選手のみんなも東北人魂以外の選手のザスパの選手の皆さんも協力してもらってありがとうございます。やはりサッカーだけでは人は生きていけないと、人と人のつながりというのはすごい大事だなと思いましたので、まあ、そういうところも自分たちが成長させてもらったのをあえてで、今日ですかね、入場でハイタッチするときに、まあ、どのお母さんか忘れましたけど最初から泣いてるお母さんがいまして、まあ、感動はしましたけども試合前に流れるとちょっと困るなと思ってこれから試合なのに、まあ、そういう感動も与えてもらい、その後は子どもたちも本当に楽しそうにハイタッチしてもらったので、まあ、そのおかげでみんなが頑張って0失点に抑えて、そのせいでバンダイが1点も取れなかったと、まあ、これは本当に毎日毎日バンダイには強くいって本当に日本マッチの星になってもらえるようにみんなで協力してやっていきたいと思いますので、どうか帰りも気をつけてこれからも元気に頑張ってもらいたいと、そして一緒に頑張る気持ちでこれからもよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ザスパの今の選手の全員のサインが入っております。これをどうか日本松の主役に変わってくださいチームにね、はい、お前んちゃん頑張ってください。